はい、今日のテーマは昔の卓球、今の卓球、あなたならどちらをするのか。はい、まずね、僕の考えでございますが、卓球には昔の卓球、そして今の卓球っていうのが存在していると思います。卓球といっても歴史的にすごく長いものでして、技術、道具、考え方、まあ、ルール含めいろいろ変化してきています。卓球っていうのは今と昔どう違うのかという説明を含めて、今後皆さんがどちらの卓球で頑張っていくのか、その辺を考える参考になればと思う動画にしたいと思います。それではですね、昔の卓球というのはどういうものかといいますと、まずはペンですね。片面にラバーが貼ってある。はい、どういう卓球をしてたかというと、ホールフォアですね。バックって日本式ペンはバックハンドがすごく、弱点と言われている道具でもありまして、そこの弱点をしっかりと克服するために、ホールフォアという全部フォアでいくということを極めていった。スマッシュですね、一撃必殺です。もう一撃バーンって打ち込んだらもう返ってこないような。で、要はどういうことかというと、もうスピードですよね。スピード、例えば動きのスピードだったりボールのスピードだったり、とにかく反射神経、胴体視力、足の筋肉的な動きから腕、体全体のですね、全ての体の力というのを駆使した卓球というのが昔の卓球と言われているものだと思います。日本が世界のトップレベル、そうですね、黄金期と言われてた時も、その日本人選手は皆さんペンホルダーでしたね。ペンホルダーでの日本人選手、世界チャンピオン何人も出てます。はい、その時の戦い方が、オールフォア、フットワークをすごく使ってオールフォア、その一発一発がしっかりとしたスマッシュ、一撃必殺、そしてそのために、体を鍛え、スピードをとにかく上げていくと。よく名言で、100m 走をしながらチェスをすると、それぐらい難しいんだと、それぐらい、一瞬の出来事なんだと、そういうふうに、卓球というものは昔作られていったと言えると思います。はい、そしてですね、次ここからですね、じゃあ現代卓球、今の卓球というものはどういうものなのか、これを説明していきたいと思います。はい、現代卓球、今の卓球はですね、まあ、主に、道具はシェイク、あとは中ペンですね、裏面、裏面打法と言われますね、中ペンですね。要は1990年代、パーソンとかワルドナーが世に出だした時に、もうシェイクというのがすごく広まってきたわけですね。それで日本もアジアのね、このシェイクというのがすごいものだということで、どん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 この日ペンっていうのが、それから今にかけてもね、減少し続けていってる。じゃあどういう卓球してるのか、昔オールフォアに対して、今は両ハンド、フォアドライブしたりバックドライブしたり、要はバックハンドというのもしっかり使ったのが今の卓球と言えると思います。じゃあ他に、じゃあその両ハンドに対して何なんですか。こちらはスマッシュに対して、ドライブというものになってきますね。はい、じゃあどういうことなのかというと、スマッシュに対してやっぱスピード、威力というのを意識しますが、こちらではやっぱドライブとかなので、スピン、回転というものをしっかりと意識した卓球になってきていると思います。昔と今比べてもサーブの種類も全然違うと思います。昔に比べたら今の方がすごくいろんな回転の種類のサーブが出てる。あとは道具ですね、ラバーも昔より今の方がすごく優れて、すごく引っかかったり、切れるラバーというのがたくさんあるので、昔よりもスピン、回転を気にしないといけない卓球に、まあ、必然的になってきているということだと思います。一生懸命鍛えた体、すごい体を使って卓球をしていた昔に比べて、今何使えばいいのかって言ったら、体じゃなく頭を使わなきゃいけないということですね。頭って言ってもこうやって頭を使って卓球をやるわけじゃなくてですね、しっかりこう頭脳ですね、頭を使って、どんな回転でいったらいいのか、どういうふうに、ラリーをしていくのかっていう部分ですね。頭を使う、これが大事なんですね。じゃあなぜこっちは頭を使うということがそこまでなかったのかと、もちろん頭使ってたと思いますけども、ただスマッシュ、一撃必殺、こっちは要は
ラリー重視ではないんですね。一撃必殺一発で終わらせる、要は本当に、100メートル走といった卓球のスタイルだったのと思います。ただ今はいろんな技術、要はスマッシュに対しての後ろ下がってロビングだったりブロックだったり、要はスピードだけでは相手に返されてしまう、そんな技術が増えてきて、要は必然的にラリーが続くわけですね。そのラリーをどういうふうにコントロールしていくか、そこはやはり体、筋肉とかっていうよりもやっぱ考え方だったり、要はその対応力だったり、そういったその頭の使い方というのがすごく重要視されてきているのが今の卓球。100m 走でチェスっていうよりは 1000m でチェスって感じですね。中距離ぐらいのイメージだと思います。じゃあどういうことかといったら、こっちは無酸素、はい、でこっちは有酸素、いいですか。昔は無酸素卓球だったかもしれませんけど、今は、実際有酸素卓球ですね。よく皆さんも練習中息止まってませんか。息止めて卓球やってる、そんなこと実はあると思いますね。だけど僕は今の卓球に関してはしっかり呼吸意識してくださいと言います。呼吸しないとすぐ体硬くなっちゃったり、頭が白になっちゃったり、リラックスできなかったり、頭を使うという卓球がなかなかできません。はい、やっぱラリー長く続くのでしっかり呼吸というものも意識したのが今の卓球と言えると思います。はい、そうなってくるとですね、昔の卓球、今の卓球、じゃあ技術の量はどうなんだというと、やはり今の方が技術量は多いです。いろんな方法、いろんなやり方、こちらはね、どうにかこうにかなんとか体鍛えてどうにか対応しろと、体で対応してきた卓球なんですね。でもこちらは、頭で対応していく卓球なんですね。うさぎ跳び100回、腕立て伏せ100回、走り込みやりまくって、これからずっと卓球を練習していくのか、そうだけじゃなくて、要は頭を使って、無駄な力を抜いて、自分がすごくやりやすい、自分が気持ちよく、分かりやすく卓球ができていく、この今の卓球というもの、どちらの卓球を皆さんやりますか。今でしょ。はい、ということになりますよね。はい、ということでね、そんな昔と今、皆さんがね、どちらの卓球をするのかという部分での参考になればと思います。はい、ということで朝コーチでした。ありがとうございました。